はい、シートカバーの取り付けの続きでございます。ちょっとね、電話が ありましたので、はい、失礼しました。後ろね、こう止めました。はい。それで、ちょっと横向きにしてですね、ちょっとね、よいしょ。あと配線、配線ですね。配線をこれをちょっと止めて、こんな感じですね。はい。これで OK ですね。ね。で、車体に戻して、4箇所止めてですね、あとシートヒーターの配線をね止めれば終了ということでございます。はい。シートヒーターの配線、これってあれですかね、シートベルトの配線も兼ねてるんですかね。どうなん、どうなんですかね。シートベルト、シートベルトはね、ふと疑問に、シートベルト、これですよね。これがこう来て、あ、やっぱりここでまとまってこっちに来てるのかな。これが、そうですね。待ってるね。ね。シートベルトの配線がないとね、シートベルトしてないとこうなんかついたりとか消えたりとかない、できないですもんね。うん。なんかシートベルトのなんかね、こう、カチャッと入れとけば、シートベルトしなくても警告灯がつかないみたいなね。そういうグッズがなんか売ってて、捕まっちゃったっていう話が、なんか以前あったと思うんですけど、まあ、シートベルトね、どうなんですかね。シートベルトをしないと違反っていうね、要は人に迷惑かかるからってことですか。事故った時にね、自分がねこう怪我しちゃうとね、そのなんかね、例えば死んじゃったとか、その片付けみたいなのをさせられたら大変だっていうようないうことなんでしょうか。そんなことはないですかね。やっぱりあくまでもそのやっぱりね、大切な命を守ってもらいたい、そういう理由でシートベルトは義務化で、シートベルトしないといろいろとそういう警報が鳴る、そういうシステムなんでしょうか。よいしょ、ね、でちょっとね、車庫入れとか、あとちょっとそこまで移動するっていうんでもシートベルトしないと、もう今の車すんごいうるさいじゃないですか。何が起きたんだっていうぐらいね、音がね出るんで、それがちょっとね鬱陶しいなっていう気がしてしまいます。ちなみに軽トラックはそういうのついてないですね。ただ警告灯がメーターのところにつくだけでございます。はい、こんな感じで、うん、完成。ちょっとシワがね、どうなんですかねこれね、完成でございます。じゃあこれをね、車体に戻して、で運転席はね、やっぱりハンドルついてるんで、出し入れがねちょっとね、こうへまると悲惨なことになってしまうんでね、傷とかつけちゃうとねまずいんで、慎重にやっていきたいと思います。ふう、やれやれですね。はい、ご視聴ありがとうございます。一応ね、2つつけたところをねちょっと見たいと思いますけどね。はい、続きます。